浜田昌司12月9日から1978年1月5日、本名昌司は、主に昭和に活躍した、日本の陶芸家。次男の浜田晋作、三男の浜田厚也、孫の浜田智雄はいずれも陶芸家、四男の浜田能は、ガラス工芸家。神奈川県吉樹郡高津村溝の口の母の実家で、生まれる。東京府立一中を経て、1913年。 東京高等工業学校養業科に入学、板谷波山に指示し、養業の基礎科学名を学ぶ。1916年同校を卒業後は、2年先輩の河合勘次郎と共に、京都市立陶芸試験場にて、主に有薬の研究を行う。またこの頃、龍宗義、富本健吉、バーナードリーチの違いを得る。1920年、イギリスに帰国するリーチに同校。 共同して、コーンウォール州セントアイブスに築養する。1923年には、ロンドンで個展を開催、成功する。1924年帰国、しばらくは、沖縄、壺屋用などで学び、1930年からは、それまでも深い関心を寄せていた、益子焼の産地、栃木県益子町で作刀を開始する。ほとんど手ろくろのみを使用するシンプルな造形と、 有薬の流し書きによる大胆な模様を得意とした。戦後、1955年2月15日には、第一回の重要無形文化財保持者に認定。また、1964年に、四十法省、1968年には、文化勲章を受賞する。龍宗義の流れを受けて、民芸運動に熱心であり、1961年の、柳の没後は、 日本民芸館の第二大館長に就任する。そして、1970年大阪万博の日本民芸館パビリオンの名誉館長を経て1972年大阪日本民芸館の初代館長に就任した。また1977年には自ら収集した日本国内外の民芸品を展示するマシコ参考館を開館。1978年マシコにて没。 去年83、墓所は川崎市の宗隆寺。ありがとうございます。